フィリップ・アレクサンダー・マリア・エルンスト・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク王国の王族。ビュルテンベルク公アレクサンダーとその妻で、フランス王、ルイ・フィリップの娘マリー・ドルレアンの一人息子。現在のビュルテンベルク家の直接の子孫である。母が死んだ時フィリップはまだ生後6ヶ月であり、母方の祖父母である、フランス王、ルイ・フィリップ夫妻に引き取られて養育された。父。 アレクサンダーやビュルテンベルク家の人々は皆、プロテスタント信徒だったにもかかわらず、フィリップは母親と同じカトリックの洗礼を受けた。フィリップの直系である、現在のビュルテンベルク家がカトリック信徒であるのは、この洗礼が理由である。1848年、フランス王室が2月革命によって、パリを追われると、フィリップはバイロイトのファンタイズイー宮殿に住む、 父のもとに引き取られた。若い頃、フィリップには、オーストリア皇后、エリーザベトの一番下の妹である、バイエルン公女ゾフィーとの縁談があったが、実現しなかった。1865年、フィリップは、オーストリア大公、アルブレヒトの娘マリー・テレーゼと結婚し、ウィーンに今日構えた。ビュルテンベルク王国では19世紀末までに、国王ヴィルヘルム2世に男子がないことが、 政治問題となっていた他の分家にも多い継承権を有する王族男子がおらず継承資格のある男系男子はフィリップとその息子だけであったフィリップ自身はビルヘルム二世より10歳年上だったので将来を見越した取り決めによりフィリップの長男アルブレヒトが多い継承者に指名されたフィリップは1905年にウィーンの邸宅を売り払って家族と一緒に シュトットガルトの宮殿に移った。1917年に79歳で亡くなり、ルートビヒスブルクに埋葬された。1927年、息子のアルブレヒトは、フィリップの遺骸を、アルツハウゼンにあるザンクトミハイル城内協会に移している。妻マリー・テレーゼとの間に5人の子女を設けた。長男と長女は双子である。ウィキメディア・コモンズには、 フィリップ・ホンビュルテンベルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。